チャイルストラテジー。この番組は毎月行われるマスターズカップより1試合をピックアップし、その中に隠された戦略を選手と共に紐解いていきます。お案内は私ハブクルーの山部佳純です。よろしくお願いいたします。さて今回のピックアップ、今回は特別編、9月5日に行われた波動サマーカップ2-on-2大会より、あっち向いてユー、こっち向いてディティー VS カッコエニグマの準決勝第2試合をお届けしたいと思います。それでは早速今回のゲストにご登場いただきましょう。カッコエニグマより琴選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずは普段の 3-on-3 と 2-on-2 の違いとかがあれば教えてください。そうですね、 2-on-2 の特徴は何といっても 3-on-3 より1人当たりに使えるフィールドが広いのですごく避けやすいんですね。その分点が取りにくいし、狙う的も少ないので、ここもまた点が取りにくいなっていうところです。確かに試合を通して割と 3-on-3 に比べてロースコアな印象は強いですよね。そうですね、やっぱりタンクがいないので大体の選手はほとんど 5-2-1 と球が、ね、速いスピードで使ってますね。それぐらい点数取れない。はい、取れないです。その結構違う環境といいますか、戦い方の中でかっこいいクマのお二人が意識したこととかってありますか？そうですね、私たちはやっぱり即席っていうこともあって、その急に勝てないと思うんですよ。あ、もともと練習されてるチームとか。そうですね、勝てないって思ったので、相手の隙をどうつくかっていう戦略を考えてやっています。相手の隙をつくをもう意識して。意識して。これはちょっと楽しみですね。それでは早速試合の解説に移りたいと思います。開始2秒で初段をもういきなり打ってるじゃないですか、はい、これはあえてですか？そうですね、初段は早めに打っていこうっていうのは考えてましたね。それはもう鶴瀬選手とすり合わせて。はい、すり合わせて考えてました。2-on-2って比較的初段を打ち込むのが遅い印象があって、ちょっと今回の準決勝から決勝大会も初段を打ち込む平均速度、何秒経ってから打つかを計算させていただいたんですけど、かっこいいクマ以外のチームは、平均で 6.6 秒、それに対して1秒から2秒の間に打ってるってことかなり意識してたんじゃないですか？そうですね、初段やっぱり打たれると相手はこう避ける方向が自分の癖の方向に避けちゃうので、なるほど。そうですね、その後の避ける方向を意識しや予測しやすくなるので初段に早めにできました。相手のそれこそ隙をついて無意識に動かすってことですね。そうですね、やっぱりびっくりすると癖が出ちゃうもんですか？出ると思いますね。で、打つ時にも私たち初段違うところに打ってるんですよ、あらかじめ見た試合を見てこっちに避けるかなっていうところに2発目を打ってもらってますね。琴選手がまず1発目、はい、真ん中に狙う。そして粒選手が癖で動きそうなところに当てていくと。はい、はい、そうですね。これ本当即席チームとは思えない連携じゃないですか。はい、もう即席だからこそ考えてやっていきました。すごいですね。ちなみに琴選手もその癖でこっちに動いちゃうとかってあったりするんですか？あります、言いませんけど。で、試合の続き見ていきましょう、はい、私がすごい注目なのがこの延長戦なんですけど、はい、この延長戦ちょっとすごいいろんな戦略があるなと思っているので、ちょっと見ていきましょう、はい、相手のリュウ選手がライフ1枚じゃないですか？そうですね。で、琴選手はすごくリュウ選手を狙ってるなっていうのは思ってたんですよ、はい、でこの逆に前に出てくるグティ選手を最初一切見てないのに、途中から急にこうグティ選手を狙って結果こう点数を取ったじゃないですか、はい、ここは一体どんなことを考えてたんですか？そうですね、最初はやっぱり1枚だったリュウ選手を狙っていて、リュウ選手は非常にエイム力が高い選手なのでクリーンにさせちゃいけないなっていう気持ちはあって、常に目線を切らさず見ていたんですね。クリーンにさせちゃいけないっていうのは自由に動かしてるんじゃないですか？そうですね、自由に動かせるとリュウ選手はしっかり狙いを定めてバンって打ってくるので。で、1回目グティ選手が出た時にはリュウ選手は割と球が散らばってたんですね。私を狙ったり鈴木選手を狙ったりしてたんですけど、2回目グティ選手が前に出てきた時にリュウ選手も鈴木選手を狙ってたんですね。2人とも狙っていたので、これは前に出てるグティ選手を下げなきゃいけないと思って
って打ち込んだのがとっさの判断でした。なるほど、そういう判断がこの中にあったんですね、はい。でこの特に点数を決めた瞬間なんですけど、はい、ブティ選手もそのま先ほどおっしゃったようにツブ選手だけを見れたじゃないですか。そうですね。それがコト選手に狙われたことによって、はい、コト選手を見た瞬間にこう点数を取ってたっていう。そうですね。ブティ選手が前に出てることによって、はい、私はサイドライン寄りで前に出ることによって、うんうんうん、ブティ選手はツブ選手から私の方を見ざるを得ない状況を作ってきました。うんうんうん、あ、確かにそのサイドラインギリギリだとコト選手を見ようと思ったら思いっきりツブ選手から視界が外れてしまいますもんね。そうですね。波動はやっぱり頭を動かして相手の方を見ないと攻撃ができないので、うんうん、前に出てきた選手に対して特に2オン2だと離れた位置、2人が離れた位置に立っていると2人を視界に入れることが難しくなるので、それを利用してツブ選手から視界を外してました。うわ、すごい。まさにこの2オン2ならではの作戦だったんですね。そうですね。これをこの短い延長戦中に思いついて。思いつきました。素晴らしい戦略ですね。ありがとうございます。もうまさに2オン2ならではの戦略で、見事延長戦を制して、3対4でかっこいい熊の勝利でした。おめでとうございます。ありがとうございます。これからクライマックスシーズンも始まりますので、はい、ぜひぜひクライマックスシーズンも頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のゲストは、かっこいい熊よりコト選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、波動インサイドストラテジー、次回はどんな戦略が見れるのでしょうか。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。